ノジョフレです。よくわち前回の図からやっていきたいと思います。とりあえず、玄魔将軍の白いやつらしいですね。なんか白いやつが落とさないという話なんで。あ、ちょ、とりあえず白いやつを探します。あ、ちゃあ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 。あ、違う。あ、これ抜け出すとこや。そうかーい、漢方。そりゃ深いぜ。あれ、おった。この白い玄魔将軍が落とすということなので、こいつらを優先的に買っていきたいと思います。でんでくでんでんでんでくでんでんでん。まあでも結構すぐ落とすんですかね。まあ、700円のズキキュンタも結構すぐ落としたんで、結構ねすぐ落ちたような気がするんですけどね。よでる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 、妖怪出るけん出られんけん。行こうかな。最近妖怪体操をね、知ったんですよね。歌詞は意味わからないんですけどね。結構なんか乗れる歌なんですよね。ドアハハハ。まあ、あれはちょっとよくわからんけど。あー、そう。逃げる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 。結構敵の種類ここ多いよな。たまになんかしかも普通に白くないやつがおるし、いや結構な確率で白くないぞ。なんでこんな白くないんやこいつら。どこだ。あー、もう戦うかこいつと。とりあえず捕まえるかこいつ。腹が減っては戦ができぬって言うけど、こいつ何が好きなんやろ。餃子、肉、アジの干物、ウニ、牛タン。ヨカコーラとかやってみようかな、ちょっとじゃあ一回。あかんな。まあまあ、ええわ、ええわ。でででででん。話は戻るんですが、妖怪体操のね、歌はね、耳に残るんですよね、すごくね。ゲラゲラポンも、まあまあ結構耳残るんですが、やっぱ妖怪体操ですよね、耳残るのは。YouTube です。昨日見たら、1300万再生くらいだったかな。めっちゃくちゃ再生されてるんですよね。あれはビビったな。とてもじゃないけど、踊れるような体操ではなかった気がするな。結構なんか意味わからんかったもんな。ではまあちょっとなんか耳残るんで、ちょっともう一回また聞いてみたいな。と思うような、あれでした、曲でしたね。あ、人が外しやがったこいつ。あー、あれ割っときたかった。あれ割ったらアイテム、くれるときないんかな。この力の札めっちゃ くれるよな。いらんねんけど。いらないんですけど。テーテレ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 テレレンテン。オッケー。行こうぜ。回しまーす。オッケー。いやー、いよいよね、あと2日、3日か。あと3日ぐらいですね。妖怪ウォッチ発売まで。今7月7日、12時回って7月7日なんで、あと3日か。かなり楽しみですね。なんかもうポケモン金銀みたいなイメージを持ってるんですけど、本家が金で元祖が銀みたいな。すごいね、楽しみですね。落とせ！あー、落としてくれよ。てて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 てできればキュービーは仲間しときたいな、最後までに。あと、青鬼。と、あと、誰だろう、クロ鬼やったかな。その辺は倒しておきたいですね、ちょっとね。できれば。
もうパーティー変えるほどの時間はないと思うんで、多分このパーティーでやっていくと思うんですが、まあキュービーゲットとクローニ青鬼撃破ぐらいはちょっとやりたいとは思ってるんですよね。ただちょっとこいつ落としてくれへんな。全然落としおらへんな。兄貴頼む。もうこれ全員が落としてくれたのに、なんでこの限定なんや、この幻魔将軍だけ。こんなん絶対攻略情報みんな分からへんやろ。まあ確かに雰囲気的にこいつ刀っぽい雰囲気やけど、槍持っとるからな、こいつ。槍持ちながら刀落とすってどういうことやねん。ダルデン、デルデデン。はい、はい。さて、落とすかな？どうかな？あー、力のお札めっちゃ落とすやん。力のお札率やべえよな。ただひたすらにやべえわ。違う違う違う。頼みますよ、ゲンマさん。ゲンマ将軍、どこですか？おった。まあ、分かりやすいからいいっすね、こいつね。でかいんで。でんでるで。あと、まあ、ここのマップは結構敵がいっぱいいるんで、その点においてはまあまあまあ、OK ですね。なかなかやるじゃねえかよ。はい。OK。強いな、こいつらは。あ、落とさんかった。何も落とさんの悲しいな。おった。でぐでんでんでんでぐでんでんでんでぐでん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 でぐでんでん。でもこれ本編ではこの妖怪ウォッチのゲームの中ではあの歌はかからないですね。あの妖怪ウォッチとあのゲラゲラポーの歌は。お、なんか刀。ん？何あれ？力アップ？なんか刀マークみたいな、出たな。あれなんなんやろ？あれちょっと刀やってんのにな、アイテムやってんのに。てんてくてんてくんてくんてんてん。落としてくれ！落ち武者！おお来た！ボーナス！お！あれやったんや、落ち武者塔や！来た。来ました、落ち武者塔ゲットしました。さっきの割っといてよかった。あれ割らへんかった、あれやったん。またあかんかったよ。よかった、割っといて。このノリで幻魔将軍もゲットしていきたい、いきたいとこっすね。落ち武者とゲットしたんで、この調子でいきましょうか、じゃあ。こいつ、鉱物なんなんやろマジで。この力の札上げるだこれやと思うんやけど。チャーシュー麺。ガム。こんなんじゃないやろな。おーし、ウニ使ってみようかじゃ、ちょっとウニ。あかんちゃうわ。なんなんやろこいつ鉱物。見た感じはなんか武将やから米みたいな感じなんだけど、米じゃなかったしな。何が好きなの幻魔将軍の。もうラストやから仲間入ってくれ、ちょっと。どっちにしろもう仲間入ってくれよ。オッケー。あ、そういえばあと生ハゲも倒してえな。あいつも倒したいな。どうせなら、攻めの日でしょ、ゲット。いいね。よし、まあ使うかな。あ、もう上げられておらへんのか。まあ、持っとくかじゃあ。あんまり信用にとか上げても一緒やから。オッケー、落ち武者をゲットしました。いきまーす。いやー、なかったけどゲットできたな、よかったな。めでたし、めでたしと。師匠。でで、でででで、でででで、でで。ペロン。ベベベベン。てってん。
あ、そういえば、あと、西洋館倒さないといけないですね。キュービー行こうと思ったら、同じように。無限地獄にいる西洋館を倒してなんかゲットしないといけないみたいですね。まあまあ、それはまあ、とりあえず後ですから。とりあえず、落ち武者島で、誰だったかな、くしゃむしゃやったかな、を倒しに行きたいと思います。よし。やった。ございまーす。ガラガラガラ。うん。例えば、俺コイン持っとったっけ？コインねえか、やっぱ俺。コイン、あ、持っとるわ。2個だけしか持ってないんか。これなんかスペシャルコインってどこでゲットできるの、そういえば。まだそれ調べも忘れとったな、スペシャルコインのありかを。まあいいか。よっしゃ、行くぜと、その前にとりあえず、一旦終わってから、次、昇天寺の、あれですね。まあ倒したと思います。まあとりあえず今回は、落ち武者刀をゲットしました。で、次は、落ち武者刀でくしゃ武者とバトルします。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。